今回、ヤマガブランクス、シュワロッドの10フィートクラスですね、結構数があって、ちょっとロッド選びにちょっと迷われる場合とかがあると思うんで、ちょっと機種の比較だったりとかですね、キャストの感じとかをちょっとでも使用感を伝えできればっていうところで、今回この動画をちょっと撮影にやってまいりました。はい。で、ちょっといろんな機種をちょっと慣れてみますので、ちょっとぜひご覧になられてください。よろしくお願いします。はい。じゃあですね、アーリーの 105MH とアーリー4サーフですね、とアーリーのプラス 102MH ですね。ちょっとこちら、15g とのミノーと 40g のジグでちょっと投げ比べてみます。普通のキャストとスロー両方でちょっと投げてみますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ早速投げてみます。15g ですね、9センチ約10センチぐらいのミノーでまず投げてみます。結構張りがある感じで、弾き飛ばすような感じの感覚ですね。そんな気がします。はい。アーリーフォーサーフの方の 105MH ですね。ルアーが9センチクラス、15グラムですね、約。投げてみます。やはりプラスの 102MH に比べるとちょっとマイルドに押し出すような感じはする気がします。先の入りとかもこっちの方がやっぱりティップの入りとかはいいかなというのがありますね。はい、こんな感じでした。はい。じゃあ、アリプラス 102MH で、次、40g のジグですね。投げてみたいと思います。バットがすごい張った感じで、結構シャープに振り抜けるような感じはしますね。やっぱりなんかシャープさっていうか、そういうのは 102MH は結構 40g 投げた時にすごい感じますね。はい、こんな感じでした。続きましてジグの 40g ですね、投げてみます。やっぱりちょっと重みがかかればより、なんか102MH に比べると曲がり込むなというのが分かってきますね。ちょっとマイルドな、でもやっぱり軽さはこっちが本当正直あります。ロッド自体のですね。
すごいやっぱり、まあ、リールも軽いんですけど、まあ、持った感じはすごい軽く感じます。はい、キャスト比較に続きまして、今度はあの曲げの比較ですね。まあ、どんな感じの曲がりの違いだったりとか、ちょっとまあお伝えできればと思って比較してみます。比較するのがアーリー 105mh ですね、フォーサーフの方ですと、アーリープラス 102mh ですね。この2本をちょっと真似比べてみたいと思います。お願いします。はい、では最初に、まずアーリープラスの 102mh ですね、こちら曲げてみたいと思います。ドラッグ設定は2kg、約2kg、まあ2kg ですね、設定してます。曲げます。まあ、通常脇バサミファイトだと思うんで、まあ、こんな感じですね。まあ、結構やっぱりここの残りはすごい強いですよね。まあ、一応最初のそのコンセプトとしては結構磯の青物とかまでも視野に入ってるんで、でまあガイド系もちょっと大きい分、まあ、太い糸が入れられるっていうので、まあ、P2535 とかを視野に入れるときは 102mh という感じですかね。まあ、2kg でこのぐらいですかね。まあ、結構ここがしっかり強いですよね。こんな感じです。はい、続きましてアーリー 105mh ですね。2kg 設定でちょっと巻いてみたいと思います。持った感じはこっちが 102mh よりも断然なんかもう軽く感じますね。まあ、こっちがなんか粘り強くなんかすごいためが効くような感じはしますね、体感的に。やっぱり先の繊細さとかもですね、ある感じですね。うん、こう脇バサミで耐えた時はなんかすごいここまでなんかどうに乗ってくるような感じですよね。102がここら辺が結構ガツンと残る感じの印象です。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次あの 102mh と 105mh 両方ちょっと一緒に曲げてみたいと思います。手前が、102mh ですね。で奥が 105mh です。はい、まあ、2kg ですね今。はい、こんな感じです。はい、続きましてアーリーフォーサーフのですね、105mh と 109mmh をちょっと投げ比べてみます。まあ、ルアーは同じく、9センチクラスの 15g と 40g のジグでちょっとやってみます。お願いします。はい、じゃあまず 109mmh 15g のミノですね、投げてみたいと思います。かなりシャープな感じがしますね。シャープだけどなんか先だけ入るみたいな感じです。結構距離が遠くてもなんかしっかり先のブルブル感が手元に伝わってくるような感じですね。
と先だけ入って、この辺からベリーぐらいから張ってくるような感じです。はい、続きまして 105mmh ですね。 109mmh と比較した、まあ、キャスト動画になります。やっぱりマイルド感はありますね、109に比べたら。やっぱりちょっと、まあ、今9センチでちっちゃいミノなんで、まあ、入りがあれなんですけども、やっぱり全然まあ、手前まで曲がりが来るような感じですよね、109に比べれば。そんな感じです。飛距離の面ではやっぱり109が長くて、やっぱりその視点が遠い分、その振ればより伸びる感じはしますね。その振り方っていうかですね、そのまあ難しいですけど、まあ、視点が遠くてシャープな分、まあそのマニュアル的な感じですね。もう自分が振れば振るほどより飛ばせるんじゃないかなという感じはしますよね。こっちはなんかマイルドに安定して楽に投げれるような感じです。はい。じゃあ、続きましてジグ 40g ですね。やってみます。かなり振り抜けがいい感じですね。で、まあ、10.9 フィートにしてはすごい、まあ、軽いと思うんで、余計初速がつけやすくて、まあ、シャープに振り抜ける感じになりますね。やっぱり105に比べると、やっぱりこういうふうに、まあ、ベリーまで張ってる分、なんか振り抜くっていうか、シャープに振り抜けるっていうイメージですよね。 105mmh との比較はですね、 105mmh の方がまだマイルドに押し出すような感覚はしますね。はい、やはり 105mmh で 40g のジグになります。 109mmh との比較ですね。楽にマイルドに投げれるのは、やっぱこっちが投げれるような感じですね。やっぱ視点が低い分、曲がりの視点が低い分、そのなんか楽に飛ばせる、粘り強く投げれるような感覚ですね。シャープに振り抜けるのは本当に 109mmh だと思います。体力的に楽にやっぱり振るのであれば105かなという感じはしますね。はい、次はアーリーフォーサーフの 105mmh と、109mmh ですね。この2本を比べてみたいと思います。お願いします。アーリーフォーサーフ 109mmh ですね。曲げてみます。2キロ設定でこの曲がりですね。
まあ、やっぱりちょっと視点は遠く感じますね。なのでまあああいうヘビー系のシンキングペンシルとかジグをまあキャストして、うん、なんか振り抜いて、でまあ先はこうやって入るんですけど、まあベリーぐらいからこうやって残ってくるんで、その辺で遠い距離でのルアーの泳ぎが分かりやすいというのはやっぱりありますね、こっちの方が。まあミノーとか汎用性に向いてるのが 105mh かなっていう感じで、そうですね、まあ使い分けというか違いの参考として、まあちょっと提案させていただきたいなと思います。はい、はい、でしたらアーリー 105mh ですね。巻いてみます。2キロ設定です。はい、こんな感じです。はい、じゃあ2機種曲げ比べてみます。手前の方がアーリー4サーフの 109mmh ですね。で奥の方が 105mmh です。じゃあ曲げてみたいと思います。まあ、先の入りは、まあ、109の方が若干入るかなっていう感じですよね。ほぼほぼ変わらないか、まあ、若干柔らかく感じますね。まあ、こっちが結構手前まで一気にグッて入ってくる感じです。こっちが視点が遠く感じますよね。こっちが全体の粘り強さがある感じです。はい、こんな感じです。はい、アーリープラスの 100Mとアーリー4サーフ 103M ですね、キャスト比較を撮っていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあまずアーリープラス 100M の、15g ですね、投げてみたいと思います。結構なんかマイルドですけど、なんかやっぱりこの辺の張りがすごい強いなという印象はありますね。まあ、結構先も素直に入ってくれる感じです。まあ、この 15g 前後はやっぱり結構扱いやすいんじゃないかなって思いますね、この10フィートクラスシリーズの中ではですね。続きましてアーリーフォーサーフの 103M ですね、15g 投げてみたいと思います。あ、こっちが軽快さがやっぱり明らかにある感じはしましたね。うん、なんか小さいルアー結構なんか投げやすい感じです。アーリープラス 100M ですね、40g のジグ投げてみたいと思います。お願いします。結構しなやかだけど芯があるような感じですね。やっぱり他のちょっと長めの109とか 105mh よりも若干やっぱりちょっと伸びは
悪いっていうか、まあ、伸びにくいのかなっていうのはありますね。まあ、ルアーウェイトマックス実際 35g 表記なんですけど、まあ、40g もまあ今みたいになじれますね。まあ、一応範囲内ですよね。はい、続きまして、ジグの 40g ですね、投げてみたいと思います。40g はこっちが楽に飛ばせますね。なんかしなやかに押し出すというか、スムーズに押し出すような感じで、結構楽に飛ばせたような感じがします。 100N に比べたらですね。こっちがちょっとグッと押してやらんといかないような感じですね。それに比べてなんかスムーズにジュワッと押し出すような感じです。やっぱり軽さ的な、まあ、リールの機種はちょっと違うんですけど、やっぱ なんか持った感じの軽さは、100M よりも 103M の方がなんか、軽快さはありますね。続きましてアーリープラス 100M ですねと、アーリーフォーサーフ 103M ですねを交え比べたいと思います。両方 M クラスですね。はい、早速やっていきます。はい、アーリープラスの 100M ですね、こちらを交えてみたいと思います。まあ、ずっと同じく2キロ設定ですね。ドライブの方はいきます。まあ、すごい先の入りがスムーズですよね。まあ、小さいミノーとかは本当扱いやすいですよね。ミノー系とかですよね。まあ、途中でこの辺でガンと止まってくるような感覚ですね。こんな感じです。はい、アーリーフォーサーフの 103M ですね、入れてみたいと思います。先の入りは、まあ、100M がちょっと入るかなという感じですよね。ただその全体その入ってくるスムーズさはなんか 103M の方が結構スムーズに曲がってくる感じはしますね。あとやっぱ持った時の軽さとかは本当やっぱり 103M の方が軽いですよね。なんか結構この辺ぐらいまで曲がりが入ってくるのすごい楽ですね。溜めが大きく効く感じですよね。こんな感じです。はい、2本比較したいと思います。手前が、アーリープラスの 100M ですね。で奥がアーリーフォーサーフの 103M です。こっちがなんかスムーズにベリーに入ってくる感じですよね。とタメが大きくなんか効くっていった感じですよね。とやっぱりこのバットガイドの上ぐらいからなんかグッて止まってくる感じがしますよね。こんな感じです。お願いします。はい、次はバリスティック 102MHTZ なのと、このブルースナイパー 103L のプラグスペシャルですね、これをちょっと投げ比べてみたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまず
フルスナイパー 103L プラグスペシャルで 15g のミノを投げてみたいと思います。やっぱりすごい先はしなやかですね、 103L。 この箕面の動きとかが結構なんか伝わってきますよね。はい、続きましてバリスティック 102MHTZ のですね、15g 投げてみます。やっぱり断然シャープな感じはしますね。 103L のプラグスペシャルに比べればあっちがやっぱり先がもっとしなやかに入っていくという感じですね。ブルースナイパー 103L プラグスペシャルで、40g のジグですね、投げてみたいと思います。今回の10フィートクラス特集の中では唯一青物モデルになりますね。で、まあ、結構問い合わせの中で、まあ、こういうのをサーフとかで使いたいというご要望とかですね、結構あるんで、まあ、今回この特集に加えております。やっぱり比べるとやっぱりどうしてもリアが長いんで、やっぱり本当ダイビングベンチの操作とかジグの操作ですよね、やっぱり本当向いておりますね。でまあ、回遊待ちとかではその、まあ、厚着とかされた時とかにやっぱりこうやって脇でホールドしてこうリリングするっていうのがやっぱりお好みであればですね、すごいいい感じがしますよね。まあ、本当青物の操作性に向いもう特化しているという感じです。はい、バリスティック 102MH、40g ですね、ジグ投げてみます。103L プラグスペシャルに比べればシャープですよね。やっぱ軽くシャープに振り抜ける感じですよね。やっぱり 103L よりもやっぱりグリップが短いんで、どっちかというとこういう脇に当てて、まあ、操作というよりも本当その脇の釣りに特化するような感じですよね。まあ、ちょっとした軽いアクションとかできるんですけど、まあ、ああいう本当プラグを引いたりとか、ああいう操作は 103L プラグスペシャルの方がしやすいです。次がですね、バリスティックの 102MHTZ なのと、ブルースナイパー 103L プラグスペシャルですね、こちら交え比べてみたいと思います。はい、じゃあまずバリスティック 102MHTZ のですね、
巻いてみたいと思います。先までちょっと張りのある感じですね。まあ、全部2キロテンションで通してやってますね。やっぱり曲がり込んだ時になんか本当独特に粘りが出てくる感じがしますよね。はい、こんな感じです。はい、続きましてブルースナイパー 103L プラグスペシャルですね、巻いてみたいと思います。やっぱり先のこの入りっていうのは確実に 103L の方がしなやかに入りますね。 102MH の方がやっぱり張りはあります。やっぱり長い分のホールド性っていうのはすごいいいんで、やっぱり青物とかには向いてますね、こっちの方が。でこの曲げ込んだ時とかは特にもう本当表現するかのように強いんでですね、まあ本当青物ロッドっていう感じですよね。操作とファイトはこちらがやっぱりいいのかなっていうのありますね。はい、じゃあ2機種曲げ比べてみます。手前がブルースナイパー 103L プラグスペシャルと、奥がバリスティック 102MH T-Z なのですね。じゃあ曲げ比べてみます。先の入りっていうのは本当こちらがギュッと入ってきますね。こちらがやっぱりバットの止まりっていうのはかなりこの下から2番目ぐらいでやっぱりガツンと止まってきます。ちょっとやっぱり粘り込む感じになってますよね。よし、はい、こんな感じです。ありました。次はですね、アーリー 105MH と、バリスティックの 102MH T-Z なのですね、を投げ比べてみたいと思います。お願いします。バリスティック 102MH T-Z なのですね、15g のルアーを投げてみたいと思います。ミノーですね。やっぱりなんか振り抜けが軽いですね。かなりシャープなんていうか、やっぱなんかナノブランクっていう感じのなんか思ったよりも曲がり込んでからシャープに押し出すような不思議ななんとも言えないような感じですよね。やっぱりガイドが取る材とっていうのもあって、やっぱりそのスパっていう振りも戻りの速さとかはすごいなんかある感じがしますね。はい、バリスティック 102MH と比較するアーリー 105MH ですね。はい、じゃあ 15g 投げてみます。だいぶマイルドに感じますよね。結構ロッド的にはなんか慣れた感じはすごいマイルドな感じはしますけど、やっぱりちょっ
ちょっとリアグリップがこっちが若干長い分引き手がグッて入るような感じですね。はい、バリスティック 102MHTZ のですね、40g のジグを焼いてみます。やっぱり振り抜けの良さとそのなんか振った軽さとなんていうんですかね、やっぱりナノブランク独特のその振って負荷がかかってこういった時のなんか入りがなんかすごい感覚的になんか一段階入るようなイメージですよね。けどなんか戻りが早いみたいな感じです。なんか言葉の表現がちょっと難しいですけど、まあとにかくナノブランクの特性はかなり出ますよね。軽さ、まあなんか持った感じはシャープですけど、いざ曲げたらグッと入るような感じで、でもやっぱりすごい楽に飛ばせますね。あとやっぱりトルザイトガイドですごい軽さというのがしっかり感じますね。はい、続きましてバリスティック 102MH と比較した 40g のジグですね、やってみたいと思います。やっぱりなんか102MH の方が振りは軽いですよね。飛距離もまあほぼ同等クラスで、やっぱりこっちが引き手は長い分ギュッて入るのは入りますね。 あとさっき小さい、まあ、15g のミノを投げた時ちょっと言い忘れたんですけど、まあ、さっきのあのしなやかさというのは 102MH がなんかすごいその巻きのそのミノーの動きですよね。そのブルブル感はかなり鮮明に伝わる感じがしますね。それのなんか繊細さは 105mh よりも 102mh の方があるような感じです。次は、バリスティック 102MHTZ などとアーリーフォースアーフの 105MH ですね。こちら混ぜ比べてみたいと思います。お願いします。じゃあアーリーフォースアーフ 105MH から混ぜてみます。まあ、他の機種の時の比較と、ご紹介させていただいたように、まあ、結構粘る感じですよね。全体で胴まで曲がりが入ってくる感じです。まあ、こちらも同じく2キロ設定ですね。ドラグはこんな感じです。はい、バリスティック 102MHTZ なのですね、ちょっと巻いてみたいと思います。ドラグは2キロですね。まあ、なんか軽さと張り感、軽快さというのはありますね、やっぱり 102MH は。やっぱりナノアロイのそのやっぱりバットとか特にこの負荷がかかった時に粘ってからの復元力というのが
あるので、なんか結構楽になんかプレッシャーはかかる気はしますよね。まあ、そんなに力入れなくてもその曲げ込んで戻るっていうので、なんかこの2キロのドラグが軽い力でこう出るような感じはしますね。こんな感じです。はい、アーリー 105mhと、バリスティック 102mhTZ ナノをマジ比べてみたいと思います。手前の方がアーリー4サーフの 105mhですね。奥がバリスティック 102mhです。じゃあ巻いてみたいと思います。まあ、共に2キロ設定ですね、リールの方は。まあ、先の入りとかはそうですね、まあ先だけ入るっていうのはやっぱり102の方が入る感じですよね。こっちがやっぱりまあ大体同じぐらいの力でなんか自然とベリーぐらいまで入ってくる感じですよね。パワー的にやっぱりなんか 102mhの方がなんか楽にプレッシャーかける感じはしますよね。105mhがなんか粘り強いという感じの印象ですよね。まあ、やっぱりハイエンドと本当コストパフォーマンス重視の本当そんな感じでやっぱりちゃんと差がある感じはしますね。はい、ありがとうございます。よくお問い合わせいただく、まあ弊社の10フィートクラスですね、まあ、7機種ちょっと絞ってそれぞれの、まあ、比較と、まあ、キャストだったり曲げてみたりとかですね、ちょっとやって、まあ、皆さんのちょっとでも、まあ、お役に立てればと思って今回撮影させていただきました。はい、まあ、ちょっとぜひご参考になればと思いますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。